はい、こんにちは、レトルトと申します。バードガット、鳥の中の、鳥の中の大冒険実況プレイ始めていきたいと思います。前回なんですが、このセレクトレベルでこのなんか蝶のところら辺まで来たのかな、大腸か小腸かわかりませんが、まあ、ずーっとこう食べられてこうやってきました。で、前回ね、翻訳俺放棄しました。編集のレトルトくんがもう力尽きて翻訳を放棄して、まあ、この実況どうなんだろうな、続きどうなんだろうなと思ったんですが、コメントでね、結構翻訳をしてくれる方がいまして、ものすごく助かりました。で、ものすごく長文喋ってるレジスタンスのなんかやついたじゃん。英語くっそ長く喋るさ、話が長い人は俺嫌いなんですけども、まあ、その人のことね、英訳をしてくれた方がコメントにいらっしゃいまして、ありがとうございます。まあ、簡単に言えば、お前は選ばれた人間なので、俺たちが、待ち望んだものだみたいなことを言ってるんですね。ほとんどのものは目が赤くなって洗脳されてんのにお前はすごいぞみたいなことは、まあ言ってて、まあ、そこら辺までは俺も翻訳を軽くできていたんですが、でほとんどの人は 胃で終わってしまう。我々レジスタンスも、まあ、胃の中で、胃の中でやられてしまうんですが、お前だと腸までたどり着けると。腸ってのは大腸小腸の腸ね。で、腸の中にはなんか爆弾みたいなものがありまして、その爆弾を使えば、爆弾を使って、脱出してくれ、お前は英雄だみたいなことを言っていたので、今、蝶みたいなとこにたどり着いたんじゃないかな。あ、で、このラジオ、トランシーバーみたいなものも、渡されたってことですね。コメントの翻訳の方、よろしくお願いします。まあ、そんなに難しいことも言ってこないような気はするんだけど、いいか。はい。リアルウェール。はい、もう無理。私任せました。ちょっとね、不釣り合いな一生懸命ね、ちょっとカッコつけて翻訳して頑張っていたんですけどね。まあ、これのためにね、この動画をやめるところだったので、ちょっとお任せします。まあ、大体のニュアンスはね、わかるとは思うので、まあ、バグのあるんで頑張ってくださいみたいなことをおそらく書かれているのでしょう。はい。ごめんなさい。頑張っていくぜ。まあ、テンポよくこれでもいけるからね。で、おお。なんか落ちちゃいけないとこ落ちちゃったんじゃないの？なんかすごいことなってるぞ。はい。はい。わわわわわ。で、これで上登っていく。いや、こっから本格的に難しくなってそうな気、ああ！そう、そのまま走り抜けなきゃダメか、これ。このままなんか右側に行けないかな。右にこう伝えに行けばさ、ほらほらほら、あ。でも行けっす。いや、無理。無理だな。無理だな。あの回転の方向だと、ちょっと無理説あるね。ごめんなさい。そのまま走り抜ける。よし、オッケー。で、E キーを押して、あそこを開けると。このまま待つんじゃなくて、反対側に針はついてないので走り抜けると。これは乗るのか？いや、乗れる？あ、ちょっとやり直しどこ？ありがたい。こっから乗った方がいいかな？乗るんだよね、多分。あ、乗れない。行っていくか。避けんのかな？頑張って。おっ。怖い。ひー！よーし、オッケー！で、ここはなんだ？これを押して、もうこれも全部鳥たちが飲み込んだと考えたら、鳥たちというか鳥が飲み込んだと思ったらすごいな。で、吸い取られる。高さ足りないかな。おお、すごい、勝手に動いてる。おお、あー、すごい。ゴミを左から右に移動させてんだ。何のためのこれ装置なの？鳥はこれなんかあれなのかな、体内のなんか装置なんだろうけどさ、何のためにあるんだろうね。ちょっと待て、よし、あぶねー、あぶねー、行っちゃうとこだった。で、これで装置を止めて右に行くと。まあ、順調だね、サクサクではある。はい、となんか長細いツタをずっと言ってるから、
ょっとタイミング合わないな。この一瞬ってマジでこの一瞬しかないんだが。早いんだな。もうちょっとゆっくり同じタイミングで降りていくってことか。結構タイミング合ってたでしょ。違うのかな。なんかたまにでかいの来んのかね。おお。もうちょっとそういうことって思ったんだけど、こっち見て。軍のネジが。やった。よーおーおー、大変なこと、大変なことなってた。やりすぎていた俺。やってしまった。よし、ありがとう。優しい。ロード地点がすごく優しい。あ、またマウスか。E押して。なんかパイプ作んのかな。どうやるんだろう、これ。全部繋げなきゃいけないとかあんのかね。とりあえず右への道を作んなきゃ多分ダメだよね、これ。どう考えても。なので、多分全部を繋げなくても、脱出できる道みたいな感じを作れればいいわけだと思うんですよ。どう？ちょっと違うな。てか繋がってねえな。どうでしょう、これ。これいいんじゃない？こういう流れ。よしよし。で、最後は繋がってんだな。下側から出たがどうだ？ルートがあんのかな？で、オッケー。左は閉じている。爆弾がどっかに蝶の中にあるはずなんだけど、ヒントか？こう、こう。はいはい。あ、くるっと回るやつある。たまに。よし。やっぱそれだ。これもくるっと回るんじゃない？回らない。これ回るでしょ？回らない。これ回るでしょ？これ回る。僕は、回った！危な！よし。これ回るね。これ回る。これ回る。回らない。よし。来た来た。なんかよくわからんけど来た。またか。いい。このボタンには絶対届かないもんな。まあ、このスター、あえてこっちで行こう。遠回り絶対こういうゲームってしなきゃいけないから。いいね。ゴミを。ありがとう。で、これでボタンが押せると。いいね。サクサクだね。基本的に、まあ、カットしたけど、あんまりカットせずこのゲームは、この実況行きたいね。はい、こっち。またかな？なんか、こっち、どっから、こっちは来てないとこか。てか、届かないな。で、ここの上をまた登る感じだ。で、回るやつがまたあるよね。どうだ、俺。ここは？ここさっき来たとこか？これを持って落とさなきゃダメだったのか。なるほど。これを再利用だね。よし、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。いいよ。で、これを持って、やっぱさっき行ったとこなんだね、これ。おう。おい。一応持っていく？おほ、動いてる動いてる、勝手に。一応持っていこう。これ多分ね、使えると思うんですよ、これ。終わっちゃった。でもこれここで乗らなきゃいけないから持ってこなきゃダメだったかもしれん。おお！一気に走んなきゃいけないのか、これ。まさかの展開だったな。これ。これをどう使うんだろう。あそこの下に持っていくのかな。あれ？ボタンは？あれ？なんかボタンなかった？あれ？ボタン？はい、なんか積んだのかなと思って調べたら、どうやら、あそこで死んじゃったんだけど、なんかここにあった、ついたてを、あの転がっていったやつが、俺が見てない間に壊したんじゃないか疑惑が、ちょっとありまして、ここに、
この下にやっぱ行くことになると思うんだけど、あ、下に降りれる、そんな機能あったのか。うわ来たな、ついに。うわー、下に張った罠が来たな。こっからだな、難易度クソ高はきっと。後半難しいよとは聞いてたんだけど、ちょっとタイミングだなこれ。うん、ここよし、これで、うわー、はいえ早すぎだろう。うわ、こっからか。やべえ。何、マリオメーカーになってるな。うわ、真ん中にもなんかあるじゃん。どのタイミングか俺わかんねえよ。ついていく。ジャンプ、ジャンプ、よし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 、ここはいけるね。うん。うわひどいことするね。はい。ここアンチだね、とりあえず。あがががががが。ああああ畜生、ここまで来たのに。ジャンプ。とりあえずそこアンチだから、ここで状況見よう。あぶね。で、飛ぶ。で、ここ上。ええー、乗れなかったかー。よし来た。ただまだまだ死ぬ可能性ある。危ねえ。ジャンプ、ジャンプ。ここで右上だね。一回ここでジャンプしてもいいな。よし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 。でここ開かない。まあ、チェックポイントは行ったでしょう。え、おお、あー、橋を壊した。これを押すと、あら、あれ持ってこれるようになるんだ。橋があるから、このトロッコは持ってこれると。鳥の中も絶対殺すマンだな。絶対消化するマンだもんね。ね、すべてを糞に変えてやるっていうね。固形物残さねえぞっていうこの意志が強いよ。あ？あー、これ乗ってると、開いてくれるんだ。はいはいはい。いい！なんでそんなことしますの？ああ！なんでそ、ああ！なんでそんなことすんの？なんの罠よ、それ。一瞬しか行っちゃダメなんだな、じゃあ。はい。ここ OK。ここ飛ぶ、飛ぶ。お！これ飲み込んでたらお腹痛いだろう。どんだけのデカさの会長なんだよ。おお！あ、出た。またこれか。なんか上に、あー、これじゃないな。じゃ、横、一回横に行って、うん、こう行って、いいんじゃない？で、あ、いけてねえ。全然いけてねえ。ちょっと間違えました。あ、これでいいんじゃ、これで。で、これで、ここジャンプして、ぐるーっと行くと。ここ、このパズルはまあまあ簡単でいいね。お？どうした？うん。うん、ちょっとわかんない。よくわかんないですけど。あ、僕は操られてないね。こいつも赤くないから目が。操られてないんだろうね。うん。僕も操られてないよ。はい。よろしくお願いします。レトルト君、破棄、放棄。まあね。そう、これ翻訳をそのまま直訳して一生懸命入れても、なんか意味がね、ちゃんと通らないことも結構あるんですよね。なんか英語の翻訳って、やっぱ難しいよね、このニュアンスというか。うん。なんか、お前は希望だみたいなことを言ってくれてるのかな？うん。あと、レトルトさんのゲーム実況面白いとも言ってくれてるっぽいな、これ。はいはいはい。何をやっても、レトルトさんはゲームうまいな、みたいな。普通だったらこのゲームここまで来れないよ、みたいなことがおそらく書かれている。そしてお前は一人じゃないと、頼もしい言葉をかけていただいてるっぽいですね。こいつもここまで頑張って来れたレジスタンス的な、お、お、なんかウサギさんみたいなやついるけど。こっちからでいいのかな？うわ、やばいやばいやばい。なんかいっぱいいる。あいつ見つかったらなんかあんのかな？でも、作業してるから、
今作業中だから襲ってこないよみたいなこと言ってるやつ、なんか翻訳もあったような気がするんで。危ね、急いで。どこ入ってたあいつ。え、ここ違うのか。なんで俺入れないんだよ。別にいいみたいだね。別に俺のことは何でも、関係ないかな？なんかありそうでない。ここ下がるか。危ね。なんかいろいろ直してんな。鳥はこいつらをなんか洗脳して利用しているっていう感じなんだろうね。こっちでいいかな？大丈夫かこれ、ここの。うわぁくそ。エレベーターがあるってなんか今書いてなかったから。畜生罠だったか。この高さ。エレベーターザットウェイ、この道にあるよって言ってます。ちゃんとなんか、ね、帽子かぶってるやつも一生懸命仕事してます。ん？大丈夫か？ちゃんとエレベーターは乗らなきゃいけないわ。ここはどうだろう、ここも行ってみるか。なんか迷路になってんな、行けねえなこれ。はい罠、はい罠、迷路になってんな。ちゃんと乗ってみるか。来てる来てる来てる、チーン。エレベーターのこのスピード速くないかこれ。こんなスピードで行けないよ。そろなんかゴール、今トゲありましたよね。いい。何？何これ。なんかロック解除したけど何なのこれ、何の意味があんの。ここ行かなきゃいけない場所というわけじゃないんだ。いや迷ってるわーこれ。え、なんかこれ動かせるスイッチでもありそうだな。で、なんかボタンはないかの？やっぱあれ動かないと絶対いけないもんね。なんか、そこは降りられないから。え？え？はい。いやでもいけないな。うわっ！罠多いな、罠。ここ降りられない。いやでも、とりあえず進んだ感じはする。最後の最後に迷路を用意してやがったとは。そっち大丈夫か？あ、こっちが合ってんのか。うわー、くそー、なんかジャンプしちゃった。あ、よかったー、ありがとう。そういうとこだけ優しい。そこだけは。なんかを回転したりしないだろうな。ひどい。ひどすぎる。はい。で、こっち。で、そこ、危険だからね。ちょっと、危ね。ああ！
これであそこ動くでしょ。あ、思ってるのと違う。あー、よし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 、進んだ進んだ、オッケーオッケー。このままこの実況終わるかなと思っちゃったよ、なんもなんか進まずに。これで新たんとこ行きそうだな。で、爆弾起動してなんかボス戦とかもあるんじゃないかな。ないのかな。意外とこのゲームボス戦があったからね。乗る乗る。こっちだな。ん？エレベーターが来たけど。ああ、よかった、開いてくれた。なんか逃してるとかあったら終わってたな。で、これはボタン式なんだね。来たんじゃないかこれ。ここが多分あの洗脳されたやつとかでも行けなかったっていう先なんじゃない。確かにここを抜けるのは結構難しいかもしんないな、あいつらには。あいつらにはね。この上はトゲだよね。はいはい、俺はいけますけどね。え、これは、あ、降りる。おぶねえ。いけー、うん、いけないって書いてあったよね。いけないって書いてあったの見たもんね。英語で書かれてたよね。じゃあ、あれに乗っていくのか。なんかちょっとジェットコースター的な感じな気がちょっとしちゃうよね。やっぱそうだ。さあ、いけるかこれ。なんかトゲとかくんでしょこれ。おー、ジャンプのタイミング。はい。なんか謎の挙動だな。え？おぶねえ！え？あ、降りんの？ちょっと待ってくれ！待ってくれ！俺はまだ乗ってねえぞ！よし！おぶねえ、おぶねえ。いや、でもあれぐらいだったらいけるな。はい。はい。俺のが先だぞ。はい、行く。これは下から出てる？いや、上からだな。待ってくれ！待ってくれ！おお！え？あ、え？え？上？上に行けたのかな？うおー！嘘！嘘でしょ？嘘！今の初めから？俺結構今までの優しさどこ行ったん？お前、このゲーム。どこ行ったこの優しさ。結構、脳を越え、山を越えたよ、俺。あ、エトゾさん意外とうまーい、みたいな感じになってたよ、これ。ね、一発で意外といけるもんやね、みたいな。待って、乗ってませんよ。ちょっと待ってください。同じとこで死にそうだな。ここはまあまあ、なんか適当にやり過ごせるから。ここだよね。一回の死でさ、またやり直し食らっちゃうからね。で、ここの上だ。ここで、こうで、あぶね！ここの上行けんのか。ほほ！ああ！よし！よし！ほほほ！あ？大丈夫これ。だい、え？下に降りとくのか。うわあ！さあ、こっからですよ。ここで、事前に降りとく。その後、ここ乗る。乗り越える。ちょっとチェックポイント過ぎたかだけ教えてほしいな。さすがに過ぎたかい？ほっほっ！これは過ぎた。うわー！なんか来たー！なんか来た。え、これどっち？上？上だな。え？オープンね！ジャンプ！ひえよし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 。よし。ここまで結構長かったよ。ジャンプ台足りるか？よし。あぶねえ。ジャンプ。終わった！あとちょっとだったじゃん。闇の中へ。ジェットコースターどうやら抜けたようですね。あ、爆弾だ！ようやくこの鳥に風穴を開ける時が来たのかな。おお、そういう感じね。おお、降りすぎた。スマートフォン食べてる。
これまた爆弾がいる？え、爆弾がないと、だってさ、登れるってことはまだできんのかな？いや、急になんかさ、さっきのさ、うわぁ、急にさっきのとこセーブとロードがさ、できなくなったのは、全然さ、チェックポイントに辿ってくれなかった。前だったらね、ほんとちょっと歩いたら行ってくれたのに。突然このゲーム、鬼畜ゲート化したからな。ここ、こっちから行けば届くか。これ戻んなきゃいけないのかな、ほんとに。あー、でも戻んなきゃいけないかもね、これ。何個も落としとけばよかったのかね。で、これを。よし！はいはいはい。え？もう一個いる？これ。もう一個いる。おら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 。こんだけあれば大丈夫でしょ、こんだけば。こんだけあればね。もう多いな、多いな、邪魔だな。邪魔邪魔邪魔！置くんじゃなかった。ちょっと、マジでいけないんだけど。ちょっとどいてくれ。どいて。爆弾さんどいて。いや、爆破させればいいのかもしんないけど。一個転がってくれた優秀なやつがいたな。これであの箱をさ。うんうん。いいね、いいね。で、これで上行くんだ。この時大丈夫か？なんか変な音してない？なんか、迫ってないか？迫ってないか？ただ焦らず、すごいスピードでちゃんと登れている気はする。ちょっと早くないか？余裕！いけました。イモムシくん。まあ、こんな見つかったってことでね。うん、危ない。もうちょっと、次死んだら終わろうか？こんなんね、ジェットコースターとかマリオメーカーを普段やってる私からしたら余裕なんですよ。はいはいはい。こんなんひょいよ。ほい、ひょいよ。さて、ここまで来ましたね。ラージ、これ、なんか、大腸的なことだよね。このインタラスティング的な、インタスラインズかな、なんかわかんない。インスタラインズ。みたいな、全然読めてないけど。これが小腸、これが大腸で、今もうちょっとで肛門のところに来てるんだね。おそらく次回が、最終回となると思います。まあ、今回翻訳はそこまでなかったですが、まあ、ちょっとね、コメントの方で助けていただけると大変助かりますと。でも今回はちょっと迷路とか、普通に謎解きとか、あと普通に鬼畜なジェットコースターとか、アクション&パズル要素が多かったですね。はい、次回このゲームがどんな感じになるか楽しみです。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。